やりますか。今日マイクついてないですね。今日は地声で聞いてください。その方がいい。っていうことね、絶対そっちがいい。あれどっちかと思います。松尾3度目の勝利権僕勝つと思いますか。勝ってほしいと思います。オッケー。負けないですよ。負けない。そうだよね。負ける気がない。いやだから私小倉選手の立場からしたらちょっと負けるわけにはいかない。もちろんどんだけ。いやっていうかもう実力が小倉さんなんだって最近分かってきてるじゃないですか。そうだけどなんか若い頃思い出して松尾さんすごかったんだからなんか野辺地さんってなんか知ってますよね。知ってますよ。それも偉大ですよ。ねえダブルスとかもすごかったんですよ。すごいですけど勝ったんですよ。いやいつも優勝でな、まあ、すごいですけどちょっと世代がね。あ、そう、日焼けマスク正しい。焼けんね。ねえ、もう必要なあれですね。あ、ないです。あんまり好きじゃない。いいですかね、これ持ってきちゃう。ちょっとハンデは虫ハンデでね。虫も殺さないでね。あ、ボロってそうなんですね。うん、それ分かってもらえて嬉しいです。いやもうもちろん分かります。私はテニスやってるから。あ、じゃあ、うん、調子狂っちゃうね。恐れてますね。ちょっとそんな感じですね。ファーストリーに来てますね。それじゃ勝てないですね。それをちょっと返したいならね。あーでもナイスだ。すごかった今の。めちゃめちゃいいとこ入りました。
が上がってきたね。先に上げときます。シングルスポール。シングルスポール大丈夫です。大丈夫。テンポイント難しいと思います。リアクション、松尾さん応援してるリアクションだったんだよ。最悪だ。こういうことですよ。くそマジで。うわ超なんか。くそ。なんすか、なんすかこれ。まあここで予定通りですね。奇跡が起きてしまった。やっぱり大事な時に勝つっていう。この日のためにね。自分のチャンネルでは勝たないんですけど。そっちも勝った方がいいですよ。いや絶対練習してる。うわ練習しましたよ、もしかして。全くしてないです。練習しすぎましたわ。逆に練習しすぎました。やっぱり、ね、ちょっと期待を裏切らない。ちょっとあんま変わんないですね。全然いきますね。
最後時間あったら一回やりません。